いやこの前のザゼンボーイズの野音のライブかっこよかったな。ああ俺も見たよ。あ見た見た見た、うん、めちゃくちゃ感動したよ。ねえ、なんかね、お客さん入ってる感じでね、見たかったっていうのもね、まあ、あるんじゃあるけどね。すごい泣いちゃった。あそう、うん、まあよかったよね。やっぱ歌詞がさ、よくてさ。歌詞、うん、おな、何が好きなの歌詞。ん、座禅歌詞。ああ、まあいろいろあるけど、うん、本能寺とかね。本能寺の歌詞、うん、本能寺の歌詞めちゃくちゃいいよね。あそう、そんな感じだっけ、うんうん、え、よくない、そんな、なんかあったっけ。本能寺で待ってるってやつでしょ、うん、あ、そうそう、そこ一番好きだわ。本能寺で待ってる、本能寺で待ってる、本能寺で待ってる、本能寺でずっと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 待ってる。めちゃくちゃ感動するよね。歌詞じゃなくない？ん、そのかっこいいよ、すごい、うん、うん、歌詞いいなーで染みたことは俺はないな。珍しいね。あ、そう、そんな、なんかなんていうノリというかさ、そっちかなって。ああ、あんまりそういうのは聞いてないかな、うん、あそう、歌詞、歌詞を毎回噛みしめて、うん、本能寺で待ってる、なんか、うん、うん、失恋ソングというかさ、なんか自分の昔の恋愛のことを思い出してさ、重ねる、うん、そう、待ってても全然来ないとか、うん、そういう切なさ。ああ、それ自分の経験というか、うん、それもう、いや、どっちかというとノリの曲、ノリって言ったらだけど、うん、うん、ジャッ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 みたいなさ、そっちの本能寺で待ってる、そんな、あ、そんな感じの演奏なんだ。あんまり演奏聞いてないわ。聞いてない。本能寺かっこいいよ。ずっと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 待ってるのとこでもう涙腺崩壊、うん、そういう曲か。やばかった。いや、ドラムがかっこいいなとかさ、あ、そういうのはあんまりあんまない、うん、歌詞か、うん、おあと、うん、あれもよかったな、うん、ポテトサラダ。ポテトサラダ、うん、の歌詞、歌詞、歌詞、うん、歌詞、あれ、え、そんな、ん、歌詞いい感じだっけ。え、めちゃくちゃ感動するでしょ。どこ、どこで、うん、あの最初の、うん、ボウルにいっぱいのポテトサラダが食いて、ボウルにいっぱいのポテトサラダが食いて、ボウルにいっぱいのポテトサラダが食いて、うん、いや、知ってるよ、ボウルにいっぱいの、うん、そうだけど、ポテサラが食いて、うん、っていう、いや、かっこいいけど、感動する。今はでもちょっと涙出そうになるもんね。その、わかるよ、かっこいいのはわかるけど、うん、その理由がどこで感動してる。まあ、なんて言うんだろうな。歌詞でしょ、だって歌詞の、うん、まあ、ボールにいっぱいのポテサラが食いたいっていうのは、うん、多分、うん、思春期とかさ、うん、何をやってもこう満たされない気持ちみたいなのを表してるんだろうなっていう、うん、うん、あんまり歌詞で聞いてなかったな。ええー、というか、うん、その繰り返してるかっこよさというか、うん、まあ、面白さもあるのかな。変わってんね。あ、そう、うん、うん、なんか そういうのを歌詞にしたんだとかっていう面白さ、それをかっこよくやってるみたいなのは感じてたけど。へえ、歌詞ないよ。すごい、うん、10代、まあ、20代前半ぐらいの時の、うん、あの満たされない感じを、満たされない感じ思い出して、すごい涙腺崩壊。ポテサラ食いてって、その20代とかの感じってある？うん、おじさんが言いそうじゃん。ポテサラ食いて。その当時、別にポテサラ食いてとは思ってなかったけど、うん、今になって思えば、うん、あの時の自分のこのモヤモヤした気持ちは、うん、ポテサラが食いてっていうことだったんだっていう。違うと思うよ、それは別に。なんかすごくこう代弁してくれた感じがしたんだよね。いや、食いてえなと思った時があったのかなぐらいだけど。はあ、浅い、ちょっと浅いんじゃない。
そういう曲か。全然楽しみ方違ったわ。うーん、まあ人によるとは思うけどね。歌詞派がいるとは思わなかったわ。いや大体歌詞派でしょ。アサザンボーイズ。うん、あそう。うーん、あとある？お歌詞。泥沼の歌詞めちゃくちゃ感動したよ。感動する歌詞、うん、え、なんあるじゃん。どこ？ズボッとハマった泥沼、ズボッとハマった泥沼、ズボッとハマった泥沼、うん、っていう曲のどこ、うん、それのここどこ、ズボッとハマった泥沼っていうとこよ。それの歌詞か、歌詞がいいってこと？感動？感動でしょ。うん、それもなんかそのなんていうの、フリー演奏の感じを楽しんでるのかなって。そのジャドロヌマジャみたいなさ、演奏は俺あんまり聞いてないからちょっと分かんないわ。聞いてた歌詞、うん、そのドロヌマ、うん、何やってもうまくいかない時ってあるじゃない。まああるよ、泥沼にはまるみたいなこと。そうだね、うん、そういう仕事があんまりうまくいかない時のこととかさ、うん、まあ、プライベートもなんか、うん、何やっても楽しくないなみたいなさ、うん、裏目にいっちゃうみたいな、うん、それを代弁してくれてるのが、ズボッとはまった泥沼っていう、うん、いや、そのもうちょっとメロディアスな感じだったらさ、グッと来てもいいと思うよ、うん、歌詞がグッと来るみたいな。いや、ほら、うん、結構同じことを何回も言ってくれるじゃん。それでどんどんこう、来ちゃうんだよね。いや、その繰り返す面白さというか、ね、そのメンバーも いつ演奏するんだみたいな緊張感からの、いや、ね、じゃあ、みたいな、みんなで合わせてるかっこよさとかで、うお、すげえなっていう。いや、そういうことじゃないでしょ。楽しんでるし、こっちも楽しんでて、そういうことじゃない。ほんとさ、ズボッとハマった泥沼って、一回だけだったら、うん、涙我慢できんのよ、俺も。それがさ、二回三回、ズボッとハマった泥沼って繰り返されると、もう、ドーンって泣いちゃう。泣いちゃうんだよね。そのズボッとハマったっていうさ、そのリズム感だと思ってた。おー。その一音に言葉いっぱい詰めてるみたいな、うん、いや、そういうのはあんまり気にしたことないけど、あ、そう、うん、うん、いや、そんな感動すること何回も言われたらもうずるいよっていう感じ、うん、ああ、いや、その、ありがとうとかだったら分からんでもないけど、うん、うん、何回も言われて、うん、まあ、ありがとうはちょっと例えで出したけどさ、うん、うん、ずっとハマったドルマ歌詞派いるんだね。そうか、感動した。いや、全然いてもいいし。うん、いいよな。そうか。もう一回ちゃんと歌詞カードとか見てみるわ。あれ良かったんだよね、あの野音のさ、うん、ズボッとハマった泥沼ハッっていう、うん、ハッがさ、うん、魂のうまくいかない自分への苛立ちとかいろんなものが込められてて。ないと思うけどな。シャッとかさ、いやいやさ、もうその リズムかっこいいけど、うん、そうか、ハっていう歌詞ってこと、うん、うん、あんま、あ、そうか、じゃあもう一回見てみるわ。そうね、うん、多分ハは羽じゃない、羽ばたくのハ。いやいや、泥沼からこう上に羽ばたいていきたいっていう意味の、あるかな、ズボッとハマった泥沼ハッ、いやいや、そういうことだと思う。いや、むかっこいいよ。むしろダサいよ、それ。いや疑うよ。ハッ、羽、ノリというか、ライブ感だと思ったっけ。いやー、ちょっとティッシュ一箱使っちゃった。いやいや、その嘘はよくわからない。嘘じゃない。いや、そんな使わないよ。うん、よかったな。まだ何日か後、アーカイブあるから、うん、ちょっとまた、泣きたくなったら見るのよ、うん、俺。
いやいや、そういうタイプじゃないじゃん。楽しみたい、上がりたい時に聞く感じじゃない。違うでしょ。泣きたい時に聞くの。しんみりしたい時。しんみりしたい時かな。泥沼とか。ズボボとハマった泥沼とか。まあまあいい、人それぞれだからいいけど。ごめんごめん。まあ、感動したよね。